あ、いや、ユキ、そうだ、テスト範囲変わったことを言ったっけ。メールで見たよ。もう最悪だよ。吉川、ちょっといいか。吉川、ちょっといいか。うん。話って何？寒いよ。早く中戻ろう。メール。ああ、河野さんの話。俺さ、あの人に返事いらないって言われたんだけど。なんか俺と吉川が付き合ってるって勘違いしてて、ただ言いたかっただけらしい。トール、その時言わなかったの？勘違いしてるよって。そんな別にどうしても否定しなきゃいけないことでもないし、それに吉川と約束したことだから。じゃあ約束なんてなかったら、トールはなんて返事するつもりだった？あの人は絶対もっと似合う人がいるって。河野さんのこと？俺さ、河野さんに返事はいらないって言われたんだ。俺と吉川が付き合ってるって勘違いしてて、ただ思いを伝えたかっただけらしい。勘違いしてるよって言わなかったの？約束しただろ、続けるって。そっか。じゃあもう食べれないね、桜色のクッキー。吉川最近作ってくんないじゃん、黒焦げクッキー。うるさいな、もう焦げないもん。じゃあもうクッキー食べられないじゃん。お前が焼いてくれよ、黒焦げじゃないやつ。うるさい、もう焦げないもん。うるさいな、もう焦げないもん。